とにかく雪が多いからシーズンも長いし、なんかまだまだ滑ってない場所、斜面いっぱいあって、まだまだちょっと足運ばないと知ることができないですよね。個性あふれた五山があって、まあ、天気とか雪の質とか量とか遊び方のバリエーションを選べるところがやっぱり一番の魅力かなって思うね。遊び方が幅広いよね。なんか奥が深すぎて、知れば知るほどさらにまだまだそして、こう終わることのないなんか探求心というか、そういうところはやっぱり奮い立たせてくれる。歩いてきた大切なこの日々を、ありたけの崖みたいな滑れないところも多いし、だから本当に雪の多くてコンディションが整った時の年に何日かだけドロップできるみたいなね、息がつながるようなところもあるし、そういうところをしっかりリサーチした上で自信を持ってドロップしたいなと思ってるよね。ちょっとずつちょっとずつ近づいてって。